バキ君、試合場の廊下でしてくれたあのこと、そう言って抱きしめた。ああいう特殊な状況、あんただったかい。やれてねえ男たちなんぞ。ビューティフォー。構えたね、坊や。言ってることがわかるかい、坊や。俺にとって武器の使用は無視。ジャパンには神の手と呼ばれる空手マンがいたそうだが、俺のは伝説じゃ。無呼吸連打、それは鍛え抜かれたアスリートの無酸素運動をもはるかに凌駕する攻撃。呼吸しなくては攻撃は続かない。相手が倒れ袋とカスマ、打撃は一切止まらない。自分はこの喧嘩で何一つ負い目はねえ。まだやるかい。借りができたな。ですからその後にスペックが使用した数々の道具もあります。本当に甘い。殺し合いなんだよこれはね、ボーイ。勝負とは、そりゃあんた、ああなっちまうと普通は勝負ありだね。だけどこれは花山薫の話でしょ。ですわ。しかし見ると聞くとではね、危機迫るっていうか、単純にすごい。何発ぶったたいたのかな。いや、もう大方勝負は消したかってところでした。花山のパンチが中断したその瞬間でした。何が起こったかは、使用をお箱にしていたスペック、私らも仕事で柔道をやってる身ですから、これだけは分かる。ここであえて技という言葉を使ったのはですね、あれは技じゃない。瞬発力っていうのは生来のものとは聞いていますが、ユリー・チャコフスキー選手、そうです、ヘビー級に転向して、実はそのユリー選手を病院に運んだ救急隊員がはっきりと語っているんですよ。花山にとってみれば、たとえヘビー級に匹敵するボクサーのパンチでさえ、わざとは呼べんでしょう。悪撃って言われてるんですって。後で聞いたんですけど、はい、これもわざとは呼べません。耳でしたね。中指でこう根元まで行ってました。完全に潰れていたそうですから、立っていたそうですよ。